ゲイリー・リートマソンはアメリカ合衆国出身の元プロ野球選手。1972年から1980年までメジャーリーグでプレーし、ロサンゼルス・ドジャースをはじめ計4球団を渡り歩いた。1978年にはニューヨーク・ヤンキースで優勝も経験している。なお、この時のメンバーには後に巨人でもチームメイトになるロイ・ホワイトがいた。1981年、読売ジャイアンツに入団。引退した王貞治の穴を埋める存在として期待された。しかしこの年、打率261、本塁打20本を記録したものの、同時に三振132を喫し、大幅に期待を裏切り、舶来旋風記、三振王、トマゾン、外人などと揶揄された。また、守備でも同年の日本シリーズでは、失点に絡む失策を記録した。2年目の1982年の出場は47試合にとどまり、さらに藤田元次監督とトラブルを起こしたため、同年限りで解雇。引退後は父から不動産業を継いだ。トマソンの名は赤瀬川源平らが提唱した不動産に付着して美しく保存されている無用物という意味の超芸術トマソンという呼び名に転用された。ありがとうございます。